なぜてめえらがオリジナルバロットを持っていやがる。こいつを集めて何をする気だった。気が変わったぞ。てめえら全員皆殺しだ。誰だろうと、アルシアを落とそうなんて考える奴は絶対に許さねえ。女でもガキでもだ。そんなこと少しも。嘘をつくな。奴と一緒にいたのが何よりの証拠だ。だが喜べ、すぐに会わせてやる。あの世でな。このままじゃみんな、どうすれば。まずは貴様からだ。何なんだてめえ、離せ。待ちやがれ。リーさん、早くリートーさんのところへ。リートーさんが死ぬわけないです。きっとまだ生きてます。何？あのゴキブリが生きてるだと。そうです、だからリーさん行ってください。ひなちゃん、早く。さっさと行け、バカ女。みんな待ってて、プリーを起こしてすぐに助けに戻るから。誰も俺から逃げることはできねえ。俺が皆殺しと言ったからには全員必ず死ぬんだよ。出血じゃ助からねえ。途中で力尽きるのがオチだろうぜ。兄様、リヒターさんを呼んできます。そんなことは絶対にありえねえ。少しでも生き延びてえからって下手な出任せ言うんじゃねえよ。出任せなんかじゃありません。リヒターさんもリンさんも必ず生きてここに戻ってきます。そこまで言うならかけるか。星じゃねえ、お前の命だ。かけます、私の命を。上等だ。苦しまずに殺してやろうと思ったが、じわじわいたぶりながらゆっくり地獄へ送ってやる。貴様もだ。こう見えても俺は優しいんだぜ。死ぬならみんな一緒がいいだろ。明けまでは生かしてやる。死人を待つとは物好きな連中だぜ。やつは間違いなく俺が殺した。希望なんてかけらもねえ。もうダメ、みんな殺されちゃう。
死んでるんならなんでこんなに綺麗なの？その瞬間、リヒトーの心臓は停止した。廃棄戦争から20年、ようやくニーニが目覚めた。プリン、あなたは死んでない。そうよ、そうよね。起きてよ、起きてってば。プリン、このまままた20年ずっと眠ってるの？ひなちゃんや私や7歳やみんなをほっといて。そんなに、そんなに待ってらんない。ひなちゃん、ごめん。起きてプリン、起きて起きて。このままじゃみんな殺されちゃう。お願い、目を覚ましてプリン。目を覚まして、みんなを消えて。体に力が入らな、私死ぬの？ハムホーのみんな元気かな？今日の特売品は何かしら？パン屋のおじさん、また怒ってないかな？いつもお腹すかしてるあの子に特売品でご飯を。そうよ、まだ死ねない。私まだやらなきゃいけないことが。プリンを起こしてみんなを助けて、やらなきゃいけないこと。あ、そうだ、私まだプリンに気持ちを伝えて。これはいいよ。伝えなさい！みんなどうして？八百屋の姉子がリンちゃんが危ないって騒ぐんで、みんなひとっ飛びな。止血したぜ、これで大丈夫だ。そうね、だから早く伝えなさい。ありがとう、みんな。ねえプリン、リヒト君、私あなたが好き、大好き。返事はどうした、この野郎。いいか、リンちゃんはもう。リンちゃんをお願い。昔、貧しい私たちの村に一人の新米観察官が来ました。その子は本当にドジで容量が悪くて、でもいつも笑顔だった。本当はとても傷つきやすくて臆病な子なのに、いつも一生懸命私たちのために笑ってくれていた。その女の子が最後の力を振り絞って思いを伝えているのに。あなたそれでも男なの？目を覚ましなさい、リヒトーバッハ。最強の撃墜を。あなたはリンちゃんの英雄でしょ。え、プリンのあんちゃんが撃墜を？目を覚ましなさい。もう
もういいの。これ以上叩いたらかわいそう。リンちゃん。それにね、返事なんてわかってるから。え？ねえプリン、あなたが好きなのはひなちゃん。そうだよね。私あの時本当に嬉しかったの。だからすぐ好きになっちゃって、ごめんね。迷惑だったよね。だってあなたに必要なのはあなたを支えてくれる人。あなたがどんなにくじけても弱くなっても。だからね、お願いがあるの。あなたの大切なひなちゃんが殺されそうなの。だから助けに行って。なるべく早く目を覚ましてね。そしてちゃんと言うんだよ、ひなちゃんに好きだって。みーちゃん、さよなら。リヒト君、大好き大好き。ああ、そうだ、早く戻ってみんなを助けなきゃ。みんなはどこ？300年前。300年前、リヒトーさんとあなたとの間に何があったんですか？時間切れだ。恨むならあの野郎を恨むんだな。リヒトーさんが何をするつもりかは分かりません。でもあの人が考えていることはきっと正しいと信じてます。なんだと？あなたも本当はそう思ってるんじゃないですか？だから心の底ではリヒトーさんを待っている。ふざけるな！あの野郎は確かに殺した。俺がこの手で確かめましたか？何？リヒトーさんが本当に死んだのかちゃんと確かめたんですか？うるせえ！地獄の苦しみを味わいながら死ね！どこから潰してやろうか、左足か、それとも。リヒトーさんはどんなに苦しめられ痛めつけられても絶対に生きて帰ってきます。それはあなたが一番よく知ってるんじゃないですか？まあまあ、まずはその顎を砕いて何も言えないようにしてやる。ヒナ！プリンの兄さん、リヒト、リヒトさん。てめえ、あのまま死んでりゃいいものを。ゴキブリ！ドア、少し待っててくれ。約束がある。チッ、好きにしろ。ペレ君、ここなら救急セットと輸血用の血液があるはずだ。彼女の血液型は O。300年前、軍学校の名簿で見た。急いで動脈の縫合手術を頼む。動脈？縫合？できるだろう、君なら。探り合いをしてる時間はない。チッ、バカ女。それらしいものならさっき見たわ。すぐそこに案内するっす。え、ナナさん、私も。ヒナはここにいて、リヒトをお願い。ひなちゃん、ごめん。僕はまた君に嘘をついた。君は子供じゃない。僕は。
君のことが好きだ。リーンちゃんに約束したんだ。目が覚めたらきちんと言うって。でも本当は一生言わないつもりだった。僕は君から父親を奪った。そうさ、僕は君の探してる撃墜王じゃない。君の英雄にはなれない。だから必死に君から距離を置こうとした。なのに君は僕を追いかけて、僕を追いかけてきてくれて。確かに撃墜王を探せと私に言いました。でもひな、よく聞いて。時間がない。これを持って、伝説の撃墜王を探しなさい。お母さん、あなたが選んだ撃墜王を。わかりますか、私があなたを選んだんです。言ったはずですよ。あなたの人生をぐちゃぐちゃにしてでも、あなたを決して一人にはしないと。約束ですよ。もう一人で勝手にどこかへ行ったりしないでくださいね。うん。もう二度と変なお面をかぶって辛い顔を隠さないでくださいね。うん。それから晴れて両思いになったということで、早速子をなしますか。いや、そういうことはもうちょっと順序を。まあ、この後に及んでヘタレ。でも、まあ分かりました。まず、この戦いに勝ってきてください。でも、決して誰も殺さないでください。あなたはみんなのために殺して、一人になったんですから。ひなちゃん、君は一つだけ勘違いをしてる。確かに僕は敵を殺して A クラスのみんなと離れてしまった。でもね、決して一人だったわけじゃないんだ。なのに僕は約束を破った。そうだろ、ドア。ゴキブリ！ひなちゃん、ナナたちも手伝ってくれ。リートさん。大丈夫、僕は絶対に勝って君の元へ戻る。約束だ。はい。すみません、手伝います。ヒナ、あっちはいいんすか。約束しましたから、必ず戻ってくるって。今度こそ貴様を殺してやる。あの時確かにお前と約束した。なのに僕はお前との約束を破ろうとしている。アルシアを落とすことによって。そうだゴキブリ、食料も資源も足りてねえ。そんな中アルシアを落としたらどうなる。僕はもう負けない。絶対に勝って帰るんだ、ひなちゃんとの約束のために。ドアン、もう終わりにしよう。こんな戦いは。園原さん。まさか彼女また。園原、お前また注射を。まあいい、こっち側にいりゃお前は安全なんだ。よかった、生きてたんですね、リヒト先輩。これでまた先輩に殺してもらえます。逃がせ。さあ早く私を褒めて殺してください。覚悟しな、ゴキブリ。
さて、銃撃の撃墜王堂安竹虎と追撃の撃墜王園原瑞香、この二人を相手に勝てるかね、リヒトをバッハ。私出番少なくない？死にかけてるっすから。なんかセリフが欲しい。じゃあ私この戦いが終わったら告白するんだとか。あ、それいいかも。めっちゃ死亡フラグっす。次回許さない。